こんにちは、ゼゼマルです。今回は以前建て方と土台をやった50坪の大きなお家が完成したということで、ちょっとお邪魔したいと思います。いらっしゃいませ、ゼゼマルです。今日は、土台と建て方をやった現場にお邪魔しています。完成編です。私が行く、うん、じゃらーん、ここは廊下です。着物を見される方らしい。お、すごい。こっちもある。どっちからも入れる。ここ。で、こっち行く。で、廊下こっち回ってくると、パキーン。お、広っ。めっちゃ広い。すごいすごい。で、ここ家自体が広いからこんなに洗面所大きく取れるんだよね。お風呂開けていいですか？お願いします。じゃじゃーん、綺麗。ここを開けると、おお、すごいよ。見て、キッチン。めちゃくちゃ広い。広い。やばい、これ。広っ。お、床暖、あったかい。あ、あったかい。食べるから暖かいんだって。いいね、キッチンが暖かいと結構やる気が出ますよね。ここを開けると、あ、光取りいい、ね、ちょっと重そう。あ、なんと繋がりましたね、これ玄関の方に。ちょっと行ってきますね。すごいよ、ちょっと見て。一周回れるんですね。これは遅いよ。いや、そっちから出てきて。いいね。いや、めっちゃいいよ、これ。あ、そこも収納あるじゃないですか。 あ、ここ収納ちょっと今開けないんですよね。これダメなの？あ、いいよ、カバンがあるだけ。おお。階段の下を有効活用してる。いい収納。いいよね、階段下に収納があると、うん、めっちゃいい。どうぞ。来て、早く。すごいすごい。あ、結構引き戸が多いね。でもここだけちょっとあれだね。この部屋に行ってみてもいい？ジャキーン。お、青いクロスが見える。最高だよ、ね、なんだかんだ水引っ張ってくるのめんどくさいもん、うん、ちょっとした洗い物だとここで洗っちゃえる、ね、広い。廊下が広いって良くない？お、すごいすごい。ここでこうやって2階にでも手が洗えて顔も洗えるわ。おっきいしね、洗面台超でかい。こういうタイプすごい。
で、ここの横には多分これ階段の上で床調整してて段があるけど、こういうのも好き。場所もね、せっかくだからデッドスペースにするよりはいいよね。2階にもトイレ。またトイレ広くない？どっち行く？やっぱスです。じゃあ次はこの部屋です。ああいいね、広いよめちゃめちゃ。ここ広っ。いや、なんか怖いですねえ、ちょっと怖いですね、なんか開けます。あそこか。あれは誰かのお部屋ですか？お客さん用ですか？お客さん用ですね。ここは、ここのね、扉が1枚違うところのお部屋は開けるとなんと畳があるんですね。あ、営業さん、ご説明をいろいろ、床とかいろんなこだわりの。入り口にパッと目が光りますね、明るい感じが。めっちゃ綺麗ですね。でも大変なんですよ、施工は。いや、そうかなって思って一体型のやつだから。水どころがありまして、ちょっと開けさせていただきますね。こうすごくない？和室からわお。いきますよ。じゃーん。上がっていいですか？お願いします。わあ。待って、神聖な場所な感じがする。他のハウスメーカーだと、ここは強度上壁にしないといけないところを、ジャパンホームはお施主様のご要望に応え、強度を保ち壁を作らず、オープンにして開放感のある部屋を作ることができました。そこがお施主様の決め手だったようです。このお家のハウスメーカーは株式会社ジャパンホームです。詳しくは概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ見てください。そして施工したのは高尾工務店です。新築リフォーム、お家のご相談は高尾工務店にご連絡ください。私、持ち家を賃貸にしていますが、家に不具合などあればすべて高尾工務店にお任せしています。広くてとても素敵なお家でした。一戸建てってやっぱり憧れますよね。ご視聴ありがとうございました。